どうも。どうも。滝です。どうもどうも。いやー、相変わらず草がすごいよ。すごいね。いっぱい生えてくるよ、もう。これやっぱ草の種いっぱい落ちたの？落ちてたんじゃない？まあ、だってここ1年、借りて1年半ぐらいか。うん。草いっぱい生えてたとこやもん、元々。あー、そうだね。うん、すごいね、この細かさ。うん、ね。まあでもこうやって発芽してな。うん。草生えて、次に種をつけさせへんようにしていったらだんだん、ああなるほどね、ちょっとずつはマシになっていくとは思うんですが、うんうん、まあしゃあねえな、はい、まあとにかくね、雑草を早かさないのは何か栽培していくことが一番やと思いますよ。なるほど、うん、こうやってね、植えてりゃこうなんかこう機械でこうやって抜いていくしね。そうだね、うん、まあそんな感じよ。今日は新しい横着栽培を発明しました。発明、うん、題して小松菜、水菜を収穫した後すぐに春菊を植え付ける方法。なんじゃあ？まああの、ごめん、まあ、小松菜っていうかこれはチヂミ菜なんですけど、はい、まあ、実質小松菜と一緒ですよ。はい、で小松菜をこう今どんどん今収穫していってるんで、収穫してる、うん、うん、まあ、まあ、草が生えてるとこもあるけど、うん、こうやって収穫が終わったとこね、うん、開くね、うん、開くでしょ、うん、でこの時期さ、もう11月の今日は何日だ ?23 か。うん。うん。もう、次の種をまくと言っても、うん、なかなかもう、まくものが減ってくるのよね。確かにね。うん。だから、初めからですね、見てください、ここ。じゃんじゃーん。この一番右の列ね。そう、ここ。これね。これ、春菊です。うん。しかも、あの、関西の春菊、あの菊菜じゃなくて、うん、関東の摘み取りタイプ、摘み取りタイプの菊菜です。はい。で、これはね、あの移植可能なんで、うん、こっちがどんどん収穫して抜いていくと、こっちをね、うん、抜いていった後にこれをね、はい、こうやって、おお、ママ踏んづけた、ダメ、肥料よ。はい。こうやって抜いて、うん、抜いて、抜いて抜いて、うん、まあもうちょっと抜いて。草がすごい。草と一緒に抜いてんじゃん。まあまあこれぐらい、まあ、抜くとするじゃん。まずね、うん、はい。で、これをさっきの、はい、あの、よいしょ。してばっかり。ちょっと、ちょっと。なんじゃなんじゃなんじゃ。踏むな。ガまあ、はい、あの、ここにね。はい。で、まあほんまに軽くね、うん、あの肥料を。おー、軽く、ね、うん。小松菜の後なんで、はい、ちょっと、窒素がね。うん、窒素分とか足りないし。あんまり肥料は直接当たったらあかんので、その辺は注意してもらって、うん、はい、で、これを植えちゃうの？植え付けます。おお。ここらも収穫した後ね、どんどん植え付けていくと。ね、じゃあ収穫した後、今度は菊菜畑になるというか。その通り。すげえな。じゃあ後ろのでっかい菊菜が。でっかい苗床だね。そう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 、一列だからね。ね。早い話が、うん、一列だけこっち、まあ向こう見て。こっちね。はいはい、一列だけ菊菜植えるよ。植えるね、うん。はい。声が届かないなと思って。あ、そうかそうか。そうそうそう。一列だけ春菊植えるやろ。そうそうそう。はいはいはい。こっちがなくなっていくやん。こっちね。はい。それをちょっとずつ全部こうやって植えて移植していくな。全部が菊菜畑になっちゃうよ。こうどん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 菊菜が広がっていくな。おお。ね。もう大きくなある程度の大きさになってるから、うん、うん、そう。だからもう植えていけば12月の中旬から下旬ぐらいからまだね、取れるよね、収穫しだすの。今度は菊菜の収穫が始まる。そう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 。同じ場所で。そう。すげえな。一度に二度おいしい。一石二鳥になるのかも。なるなる。いや、だってさ、もうこの時期からなもっぺんこの油中系巻いたって、うん、全部ほら、とう立ちするやん。とう立ちするね。うん。まあ、あの、12月のね、での、種でなんか負けるもんっていうところで話しようとは思ってたんですけど、うん、あえて遠立ち狙いで白菜とか小松菜、うん、あとはチンゲン菜なんかをわざとこの時期から種まいても面白いんやけど、わざと種まいてあわよくば2月中に間に合えば、あの、まあ、白菜は無理やけど、うん、チンゲン菜とか、うん、ちっちゃくてもね、うん、小松菜とかは、うん、遠立ち前にね、遠立ち前にそのなっぱで取れるかもしれへんし、うん、育ちしたら菜の花で美味しく召し上がるという作戦もあるんやけど、あるんやけど、まあまあちゃんとしたものを植えるんだら、そうね、うん、こっちへ菊菜を移して、これは
釣り取りやから友達とか関係ないもんね。あ、関係あるけど、あるけど、うん、友達すんのがね4月入ってからやから、ね、菊名は、うん、まだいけるんやもんね、うん、全然、うん、全然いける、うん、なのでまあただこれは初めから横に菊名を巻いてないとできないので、うん、そういうことやね、うん、同時にね、そうそう、来年試してみてください、うんうん、そうだね、菊名結構すぐねつくしね、おでこの時期はさ、もう雨降った後とかもう土乾けへんからね、うん、ちょっとね、湿ってるもんね、うん、水やりなんかせんでもほっといてもいける、もうつくしね、芽、うん、が霜降りるしね、そう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 、もうちょっとしたらね、うん、よいしょ、朝取るときベタベタだもん、そう、お尻とか濡れんのよね、この草のせいでね、さっきから、ね、一生懸命動画撮るより草引きしてないんだよすごい緑が綺麗いろんな緑色はい、こう言ってもう収穫して終わったとこなんかさ、うん、ちょっとこう横にあるものを、うん、出しこうやってもう植えときゃいい、植えときゃいい、まあ、だんだん大きくなっていくし、はいはい、でこれ真冬やからできんのよ、うん、あれよ、もうちょっとあったかい時期やったら害虫が湧いたら農薬撒かなかよ、あ、農薬撒くときに両方かかるからめんどくさいやんか、こっちもかかるしさ、うんうんうん、もうあの何やっけ、あの生産履歴、うん、あんなんめんどくさいやん、そうね、うん、もうどないやねんってだけど、今の時期は、うん、もう11月の下旬やから、うん、もう全然あの農薬いらんのよ、うん、無農薬で、無農薬で全然栽培できるから、うん、こうやってこう見てみまな、なぜに効くなみたいなもうプロの技とは思えない、そうだね、でも小松菜の中でそうそう、まあでもでもあのあれよ、あの家庭菜園ではこういうのもありやと思うよ、ありだよね、うん、狭い場所でね、そう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 、どういう有効活用していくかね、うん、こんな感じでね、はい、よし、もうちょっと向こうに行こう、はいはいほらあるやん、ほんまや、穴ぼっこあるやん、うん、これ草が生えてるようで、これ収穫した後やからね、そう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 、よいしょ、ちょっとずつでもこうやってね、うん、草生えてやったら全然違うしな、うん、で後ろから巻いてて後ろも草だらけ後ろもいっぱいやけどね両方草だらけよいしょ、おお、大きいの取れたね、うん、それはそれで食べれるの、どれ聞くな、それそれ、あ、食べれるよ、うん、あの別に摘み取りタイプでもそのまま抜いてしまってもいいよ、抜いて、うん、打ってもいいの、いいよ、まあでもね、言うてもな、うん、追いつけへんやろ、うん、ちょっと菊名でも打っていかんと、うん、よし、いいね、よいしょ、今肥料やってないんだ、あ、そうね、もうこいつらまだ生えてるから、そうね、こっちなんか効くな、すごいじゃん、そうやね、効くな、もう大変なのよ、ここら向かなあかんで、ね、そうそうそうもう大きいやつ抜いて裏なの、うん、こ明日はこの辺収穫か、そう、今日 1、2取ったから次3番かな、うん、まあそんな感じでさやっていかんと いかんのよ、そうね、草もすごいしやばいね、もうほんま忙しい忙しい売り上げ大して上がれへんのに忙しいほんまやまあ楽しいけどね、好きなことだからね、そうねそんな感じですやばいよやばいよや、うん、やばいよやばいよや、お鍋食べたい、きっといいよ、うん、まあ菊名取って持って帰るよ、鍋しようよ今日なんだろうね、わからん、おばあちゃん作ってるからねよし、以上です、よい、よい、はい、それでは皆さん、それでは、なんじゃごめんなさいもう良いな、はい、はい、それでは皆さん、さようなら、はい。